近鉄四日市駅。近鉄四日市駅は、三重県四日市市あじ一丁目にある、近畿日本鉄道、近鉄の駅である。駅番号は、近鉄湯の山線が、K21、近鉄名古屋線が、e、E21。本項目では、2015年3月まで同駅名を、称していた、四日市アスナロー鉄道のアスナロー四日市駅についても述べる。 四日市市の中心部に位置する三重県最大級の駅であり、近鉄の名古屋線、湯の山線、四日市や砂浪鉄道の内部線が乗り入れている。湯の山線、内部線は当駅が起点である。また、四日市や砂浪鉄道の八王子線の全列車が、起点の日永駅から内部線経由で当駅まで乗り入れるため、経営4路線の列車が乗り入れている。かつては、 内部線、八王子線も近鉄の路線だったが、2015年4月1日に四日市アスナロー鉄道へ移管され、同時に駅名もアスナロー四日市駅に改称された。なお、東駅東方約 1.1km 地点に、東海旅客鉄道、JR 東海関西本線の四日市駅が存在する。1955年。 昭和30年までは、現在の近鉄四日市駅付近には、駅はなく、現在地から300メートルほど、東、諏訪栄町交差点の北西側にあたる場所に、諏訪駅が存在した。1890年、明治23年、市街地東園の地に、関西鉄道の四日市駅が開業したが、四日市の町の中心である、諏訪神社周辺への駅設置が望まれた。 1913年、大正2年、諏訪神社近くに、三重木道、後に、三重鉄道、三重交通、近鉄を経て、現在の四日市アスナロー鉄道内部八王子線が、諏訪前駅、後に、諏訪駅に、統合を設け、続いて同年四日市鉄道、後に、三重鉄道、三重交通を経て、現在の近鉄湯の山線も諏訪駅を開業し、 四日市郊外からの鉄道網の拠点として成長した。1929年、昭和4年に伊勢電気鉄道、後の近鉄名古屋線が開通し、諏訪駅は外部の鉄道網とも結ばれることになった。なお、先行して諏訪駅を経由し、四日市駅まで開業していた三重鉄道、旧三軌道、内部八王子線及び、四日市鉄道、湯の山線は、 1927年、昭和2年11月に、両線の四日市諏訪間を廃止し、伊勢電気鉄道に線路時期を譲った。当時の伊勢電気鉄道の線形は、名古屋方面からの線路が、現在の近鉄四日市駅北方500メートル付近からカーブを描いて、ほぼ直角に曲がり、天理橋カーブそのまま東に進み、四日市駅前で、またほぼ直角にカーブして、 善光寺カーブ、南に方向転換していた。なお南側は、現在は、関西本線と近鉄名古屋線が立体交差しているあたりで、現在の路線に合流していた。諏訪駅と川原町駅の間には、西町駅が存在していた。諏訪駅の周りには、商店街が形成され、イオングループの前身である岡田屋もすぐそばにあった。しかし、 諏訪駅前後の急曲線は、速度向上や車両大型化に支障をきたし、近鉄名古屋線最大の線形状のネックであった。諏訪駅は、市の中心駅にしては、規模が狭く、建物の老朽化もあったため、1956年、昭和31年に、近鉄名古屋線の大幅なルート変更で、現在地へ移転し、名称も近畿日本四日市駅に変更された。 線形変更の結果、近鉄名古屋線と関西本線は、四日市では接続しなくなった。一方、戦時統合で、八王子線というの山線を承継した三重交通、当時も近畿日本四日市駅を起点としたため、1927年以前のように、国鉄四日市駅を起点とする路線の復活は行われなかった。 CF 線形変更前の四日市市内を映した航空写真国土地理院。島式ホーム3面6線を持つ高架駅である。地上11階、地下1階の駅ビルに接続しており、2階が改札、コンコース、3階がホームとなっている。各階にはエレベーター、上りエスカレーターが設置されている。改札口は南北に各1カ所が設けられている。 駅長が置かれ、名古屋線の川原町駅くすの木駅間と湯の山線の各駅を管理している。名古屋線のホームは内側2線、2番線と3番線を主本線、外側2線、1番線と4番線を対比線としている。ホーム有効長は1から4番線が停止位置目標で8両、設計上は10両まで可能だが、ホームが10両分ない、5番線が6両、 6番線が4両である。湯の山線ホームは分岐の関係上、伊勢中川よりにずれて設置されている。島式ホーム1面2線を持つ地上駅で湯の山線の高架下にある。内部線が近鉄の一路線であった時期も含めて、近鉄四日市駅とは改札外連絡となっている。近鉄駅の改札とは中央通りを挟んで反対側に位置しており、両者は、 歩道橋で結ばれている。る。改札口は、はホホーームム端部に位置するホームの有効長両。近鉄時代には自動改札機と安闘式の発射表を想定した設計であり、これらは四日市アスナロー鉄道転換時に撤去された。近鉄時代から引き続き、ホーム番号は名古屋線、湯の山線からの続番となっている。近年における、 当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通り。近鉄四日市駅の利用状況の変遷を下表に示す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。